球団社長になれるまでの実力をつけていきたいと目標を語りました。32年間という長い日々をラグビーという競技を通じて多くの方々と出会い多くの仲間と共にプレーしてこれたことを本当に幸せに思っております。ラグビー元日本代表で現役を引退した五郎丸歩さんが 静岡県浜松市で会見を開き、今後は新たな立場でラグビーを盛り上げたいと語りました。最終的には、この球団の社長になれるまでの、実力をつけていきたいなと。五郎丸さんは、ゴールを狙う際に両手を合わせる。五郎丸ポーズが社会現象を巻き起こすなど、ラグビー人気を広めた立役者です。